私は今回の卒業制作の研究テーマは子どもの頃に感じた現実と非現実の表現というのをテーマにしました。となぜこれをテーマにしたかといいますと、私はこのメディアデザインとともに4年間大学で教職を取って、メディアの他にも教職をについても学んできました。その中でワークショップや、教育実習などで子どもと接する機会が多かった時に感じたことは、子どもたちの中にどこか夢ですとかファンタジー、非現実的な思いが少し足りないんじゃないかなということです。隣のトトロに出てくるトトロの存在のように、小さい時にしか見えない、大人になったら見えなくなるような、そういう非現実的なファンタジーを映像などで表現できたらいいなと思い制作をしました。そこで日常空間の中で何かその映像と、映像とマッチするいい媒体は何かなと考えた時に、何かその空間を変化させられる、例えば窓ですとかドアだったり、空間と空間を変えられるものということで、今回は障子をモチーフに選びました。で、その障子を使ってどういうものを作ったかといいますと、障子を開け閉めすることでセンサーが働いて、障子を開けたり閉めたりすると映像が切り替わる、触れようとすると映像が消えて、また閉めると映像が戻ってくるというような作品を考えました。実際にフラッシュで3パターン、動画を作って、それを実際の人様のお家にお伺いして、障子に当ててデモ映像としました。雨が降ってきて、それがだんだん花に変わって咲いて消えていくという映像を作りました。モチーフは突拍子もないファンタジックなものではなく、至って自然の中の現象で起こりそうなものをアニメーションにしました。これは魚が泳いでくるという映像です。魚は開けると水のこの波紋が広がって映像が消えていくというものを作りました。何かやっぱり自分の小さい時の思いで、小人だったり動物と、ディズニーの映画じゃないですけど友達とかになれたらいいなっていう思いがあったので、少し入れてみました。これ面白いなと思ったのは、障子のタイプが違って、各家庭で同じ映像でも少し見え方が違ってきたり、この生活感あふれる中で撮るのがまたいいなと感じました。さっき出てきたきょうちゃんという女の子に遊んでみてもらった時に、本当に単純に素直に楽しそうに遊んでいたので、すぐには結果は出てほしいけど出ないことですが、そうやって単純に楽しそうにしている姿、そういうものが子どもたちに何か楽しい記憶として、今後も彼女たちの中に根付いていって、大きくなった時に何か創造性だったり、また自分が大きくなった時に子どもたちに伝えられる、そういう心豊かなもの、学校の楽しさっていうものからあるんじゃないかなと思いました。これからもこういうテーマは教職を
の方向に進んでいきたいと考えているので、あのメディアアートだったり、そういうメディアアートも夢のあるあの分野だと思うので、メディアアートと一緒に子どもたちに楽しいことを伝えていけたらなと思います。以上です。